ローマ神話の希望を司る、女神スペース希望とは、好ましい事物の実現を望むこと、または、その望み、希望とも書く。ギリシャ神話では、人類の最初の女性であるパンドーラーが、好奇心からパンドラの箱を開けてしまい、あらゆる悪いものが溢れてた時に、最後に箱の底に残ったのが、希望だったとされる。パンドラの箱に最後に残ったのは、 未来をすべてわかってしまう災いであり、それが解き放たれなかったことから希望が残ったと言われている。希望はキリスト教における大神徳の一つである。そのため、キリスト教やキリスト者の人生では大事な徳とされており、キリスト信者の人生意義の基盤でもある。地に足がついた場合、希望は多くの前向きな機能を果たす。しかし、それが楽観的すぎると、 失望と幻滅に終わる。非現実的な希望は、人々を新機能に導き、完全の快適さと喜びの瞬間を受け入れるのを、妨げ、持て余ったが欲で他人を傷つける。非現実的な希望に焦点を合わせると、人々が医学的意思決定などの重要なトピックについて、現実的な選択をすることを妨げる、可能性もある。人生の質と良い死への可能な道を、 比較検討すること、または死を食い止めるために、可能な限り多くのことをすることに遅れをとる可能性がある。ありがとうございます。